現在関係各所で全力で国旗を探しています。ご協力お願いします。バカバカ女子でやったのか。いやいや、あったー。何、赤いほっぺが見つかった。トマト畑だ、スイカ畑だ、ナス畑だ、天草だ、いちご畑だ、牧場だ、馬刺し。くまモンのほっぺがなくなったということで、はい、どう思われましたか？いや、もう本当にすっごくびっくりしてですね、くまモンほっぺがなかったら、さっきも小山さんおっしゃってたように、ただのくまさんになっちゃうんじゃないかと思って大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、見つかって本当に安心しました。よかったですよね、はい、ほっぺがなくなった時どう思いましたか、くまもん、うん、びっくりしたもん、心配ですっかり痩せちゃったもんということですけど、痩せてますあ、すごい。いや、なんか相変わらずのお腹に見えない。そう、あよかったよかった。どんなものを食べて落としたのかな、はいはい、どんなもの食べて、あ、美味しいものいっぱいあると思うんですけど、はい、何を食べて落としたの？あ、特に何を食べて落としたの？馬刺しとかトマトとかもういっぱい食べたんですって。じゃあ食べ過ぎて落としちゃったってことですか？そう、食べ過ぎて落としちゃったもんって言ってます。クマモン、うん、クマモン、お腹が立派ですけれども。そうなんですよ。スタイルが似てきましたね。あ、そう、ありがとうございます。でもあんまし嬉しくない。ありがとうね。そう、でもからそうですね。こうやってパワーをちょっと送ってほしいんですけど。あ、じゃあぜひお願いします。ありがとう。任せとけということで。はい、ありがとう。お願いします、くまもん。あ、そこで。来ました。ありがとうございます。安産祈願していただきましたね。ありがとうございます。嬉しい、なんかこう元気になった気がします。これと美味しい赤いものを食べて元気に赤ちゃんを産んでください、はい、ありがとうございます。どうもありがとう、うん。